はい、皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の永田です。田村です。はい、今回の動画もですね、はい、バッティングですよ。バッティング、はい、はい、今回はこう上半身と下半身が連動する、バットの握り方と、はい、バットの握り方ね、バットの握り方で、まあ、上半身と下半身がしっかり連動する、うんうん、まあ、そういう握り方があるっていう、うんうん、結構そうですね、バラバラになってる、まあ、少年野球のお子さん多いですよね。そうですね、まあ、うまくいってたら、まあ、いいスイングにもなるし、当たった時にも、うん、あの打球は飛ぶしっていうことだと思うんですけど、うん、まあ、そうなってないっていう、まあ、子もたくさんいるので、うん、まあ、そうやって悩んでる子ってもう本当にたくさんいるので、うん、まあ、そこがうまくいかないのかなっていうところですよね。うん、そうですね、まあ、よく言いますもんね、下半身主導でとか、うん、その後上半身が連動してとか。そうですね、こう続いて出てくる、はい、まあ、しっかりこうバラバラにならずに、はいはいはい、そうですね、うん、どちら単体だけでこうね回ってるとか、そうですね、で上だけで打つとかね、うまくつながるか、まあ、それ、まあ、そのために体幹トレーニングとかするわけじゃないですか。あ、そうですね、うんうん、もうかなりね前から、そうですね、あの一流のねトップアスリートが取り入れ出して、はい、今小学生とかやってますから。そうですね、はい、うん、やってますね。ただまあその体幹トレーニングをしたとて、そこのね、うん、実際スイングでどれだけつなぎを入れてるかっていうところですよね。そうですね、うん、でここまあよくねその連動させるためにまあ体どう動かしたらいいかとか、うんうんうん、っていうのはよくあると思うんです。ありますね、はい。ただそれがバットの握り方から来てると。なるほど、まあそこにコツがあるのかもしれないっていうことですね。そうですね、はい。でも今回もあのお父さんのための野球教室で、はい、あの過去にこう教材として販売させてもらっている萩原誠さんの教材内の一部をねちょっとご紹介する形になるんですけど、はい、そうですね、うん、これ結構、まあ、バットの握り方いろいろあると思うんですよ、はい、こうね、かぶせてみたり、うん、こうね、揃えてみたりとか、まあ、いろんなこうね、はい、もう手のひらで握るか指で握るかとかね。あ、そうですね、うん、あっていうのもあるし、うん、あとやっぱりこの指で握るにしても、うん、まあお子さんとかね、もしよかったら聞いてほしいんですけど、はい、どの指で握ってんのとかね、うん、そうですね、もうどの指で、こうね、どの指で、小指なのか、うん、薬指なのか、中指なのか、人差し指なのか、まあ本当にこう全部の指でガバッと握ってんのかっていう、うん、まあいろいろあるとは思いますけど、そうですね、はい、うん、でね、ぜひここを今からねご紹介する動画、うん、で確認していただきたいんですけど、はい、なぜバットの握り方がその上半身と下半身のね連動につながってくるのか、まあそこまで影響すんのかと、うん、そもそもね、うん、もしかしたらなんとなく握ってる子も多いかもしれないです。うん、まあとりあえずこう飛んでいかないようにとか、そうそうそう、力入るようにとかっていうぐらいの感覚かもしれないですね。そうですね、うんうん、でやっぱバットの握りが一つでね結構スイングって変わるんで。そうですね、はい、まあ、本当に手首がどう使えるかとか、うん、まあ、それ以上にバットがどう使えるかっていうところも、ね、バットで結局ボールを打つんで、はい、バットの扱うバットとじゃあ接してるのどこかとやっぱり一定なんで、まあ、それしかないですよ、ね、指、はい、ここですから、はい、手のひらもしくは指なんでね、うん、ここを、まあ、そもそもの準備ですね、そうですね、打つための準備としてどういうふうに握ったらいいのかっていう、うんうん、結構ちょっとあんまりこう今までもしかしたらお子さん自身はこう意識してないかもしれないです。そうですね、まあどうやっても握れちゃうんでね。あ、そうです、握れちゃうのは握れちゃうんで、ああ、こうしないと握れないとかだったらみんなそうすると思うんですけど。そうですね、まあ、そうではないので、うん、でまあやっぱりね、何のためにじゃあ、ね、バット持ってんねんって言ったらやっぱヒットを打ちたいとかホームランを打ちたいとか、そりゃそうですよ、そういうねやっぱりこう結果をね、はい、求めてこうバットを持つわけですから、はい、そこのどう握ったらその結果につながるのかというところがね、はい、この後、はい、流れる動画を見ていただければ、うん、あ、そういうことかと、まあ、こういう理由でこうやって握るのかっていうのが分かると思うんですね。そうですね、はいはい、ぜひね、まあ、まずお父さんお母さん見ていただいたら構わないですけど、はい、まあ、近くにお子さんいらっしゃったらね、お子さんとも一緒に見てもらえると、はい、まあ、よりこうお子さんの、ね、理解も深まるんじゃないかなと思いますので。そうですね、はい、はい、では、まあ、今からご紹介する萩原さんのね、はい、教材内容の一部を、はい、ではご覧ください。はい、どうぞどうぞ。はい、まず最初にですね、バットの握り方についてご説明させていただきます。よくですね、手打ちになるとか
ということをですね、指導者の方ですとか、まあ、少年野球を見るときにですね、そういう、まあ、指導を受けているお子さんがたくさんいらっしゃいます。その中でですね、まず基本となる、まず最初の握り方、もうここにね、原因があると考えています。はい。で、この握り方なんですが、よくですね、傘を持つようにとかいうふうにね、よく言われますけれども、その傘を持つ、まあこれも確かにそうなんですが、指の握るポイントですね、小指と薬指ありますよね、ここで軽く握ると、あと中指人差し指は軽くね浮かすぐらいのつもりですね、で握るとまあいいと、理由は後でちょっと説明します。小指と薬指で握る、こちらも一緒です。右手も添える手もそうです。であまり握りすぎない、人差し指中指でぐっと握りすぎる、そうなると手首がね硬くなります。手首が硬くなりますので、まあドアスイングの原因になったり手打ちの原因になる、どうしてもね手っていうのはそう器用ですから手の力を使いたくなるっていうものをバッティングではそれを押し殺してですね、打たなければいけません。ですので手首を柔らかく使うためには、小指薬指で、もう一つですね、理由としまして、いいですか、ちょっといいですか、はい、じゃあこちらちょっと来てください。ちょここ持っといてもらいます、この位置で、はい、テイクバックを取ってバットのスイングに入る時ですね、この時に人差し指とかこの全体的で強く握っている方はどうしても手が先に先行します。手が先に先行する形になってきますので、どうしても手打ちになります。手が先、これを一回ね、試してみてください。そして、そして次小指と薬指ですね、こちらを握ってください。こちらでしっかりと軽くですね握ってみてください。こちら小指と薬指ですね、こちらで引っ張っていきます。そうするといいですか、ちょっと引っ張りますよ。こうすると腰が先行して入っていくのが分かると思います。でこっちの 手の力がですねロックされて腰から入ってくる、ね、スイングができるようになってきますので、非常にこの小指と薬指っていうのはで握るということは非常に大事になってきますので、手首を柔らかく使えるということと腰から引っ張ってこれるということですね、まず最初の握り方、ここをですね、間違えますと手打ちになったり、上達のね、妨げになりますので、ぜひねまずここから、しっかりと握り方から始めてください。